ね、唇のルージュですね。おそらく1000本のリュージュです。1300m の氷でできたコースをあのスリに仰向けになって滑る。怖い、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 はい。でよくあのボブスレーとスケルトン、あのスタートで最初走る競技と間違われやすいんですけど、いや、怖い。このようにあの爪のついたグローブで最初あのこの動画のように最初スタートで手を書くんですよ。書いて加速して滑る競技です。これ非常に危険が伴うスポーツじゃないですか。あ、そうですね。僕もあの6年前イタリアのコースで救急車に運ばれました。え、それはなんで、あの120キロであのコースの壁に激突して、クラッシュして。え、何キロで？120キロです。だってこれ何もほら車じゃないわけだから、そうです、ね、何もドライブでぶつかっちゃったわけでしょ。はい。あぶんな。ただまあ、あの上塚指導者のもと安全性を極めたそのやり方もできるわけですよね。あ、はい、もちろん子供たちがチャレンジできるってことはありますか？あ、はい、できます。あの札幌のコースであのフッツというスキー場の横に流樹コースがあるんですけど、うん、そこで初心者の方、あの札幌の小中学校の行事としても、うん、あの楽しまれて、うん、されてるので、はい、まあ、まあ確かにここまでスピードになったら子供たち楽しいですもんね、うん、あ、そうですね。ぜひマッキーさんも遊びに来てください。いいじゃないですか。ちょっとこれやってみたいわ。ノーヘルでさ、そのままさ、パン一でやったらいいんだよ。別にそういうのはないでしょ、罰ゲームみたいな、バラエティみたいな。いや、上島竜兵さんあたりやってるかもしれないですよ。今年の2月に、高安の都市さんも来られて、はい、あ、そうですか。滑ってました。あ、滑ってました。滑ってました。スパタクローという競技自体、皆さんご存知だと思うんですが、詳しいルールまではご存知ないと思いますので、はい、まずは増田選手から簡単に説明をしていただけますでしょうか。お願いします。セパタクロという競技は足でやるバレーボールと称されることが多い競技でして、あの今映像でも出ていると思うんですけれども、コートのサイズはバドミントンコートをイメージしていただければいいかなと思います。これは3人でやる競技ですか？はい、3対3で行います。各ポジションで役割が決まっておりまして、私のポジションはセッター的なポジションなので、バレーボールでいう竹下選手みたいな、ああ、はい、ポジションです。コントローラーですね。はい、なのですごく地味なポジションではあるんですが、すごく重要なポジションですね。そうですからね。いや、これ結構足高く上げたりしてますけど、実際にこの蹴った時のボールのスピードってどれぐらいくるんですか？時速120キロ、男子だとやっぱりそれぐらい相当速い球が来るので、あれ硬いから単純に痛いでしょ、その当たったら。最初はやっぱりあざだらけにはなりますね。硬いんですよ。やっときますか。いいですか？あの一応仕事が終わった後が本番になりますので、ちょっと待って、信号待ちで何してるの？どうやって鍛えるの？さらっとね、そんな信号待ちってジムないでしょ、信号待ちでチューブトレーニングです。信号待ちするときにチューブトレーニング、はい、そして夜自宅に帰れば腕相撲のマシンが待ってますので、マシンと一緒に、マシンと一緒にこのマシン楽しい時間を過ごします。やったり、ちょっと待ってください、もう近代科学スポーツの時代にちょっと戦後間もないやり方をしたいみたいな。すごい。でもまあまあ、その整形もね、立てつつでしょうから、ちなみにお子さんとか、あ、結婚とかしてるんですか？はい、可愛い女房が一人と、可愛い娘が二人います。はい、で、なんかちょっと聞いたんですけど、お子さんをこう抱っこして、その時も鍛えてるみたいな。アームレスリングの構えのフォームがあるんですけども、はい、それで抱っこしてます。いや、まあ、一石何鳥になるんだろう、それで。痛くなっちゃってるんだよ。そういうことですね。まあだからそれぐらい時間がないってことですよ。ね、他にね、仕事しなきゃいけないからでしょう。じゃあ実際その資金を獲得した際にはどのような使い方を、そうなんですよね。やりましょうか。いや、もういいですよ。どこ行くんですか、どこ行くんですか。だから今回もね、そのオリンピックもそうですけど、競技以外とかもいろんな方々がですね、今回のチャレンジャーとして、なるほどね、オリンピックない競技も、そうなんですよね。あの映像が流れていて本当に素晴らしい方向されているんですが、うん、高橋選手は宮城県の仙台市を拠点に活躍されていらっしゃる女子プロサーファーなんですけれども、うん、あの高橋選手、去年の震災後一時期サーフィンが全くできない状況になってしまったそうですね。はい、1ヶ月後にペルーでの世界戦を控えていたので練習がかなり必要だったんですけど、まあ、でも1年後に
今年の3月12日にあの仙台新興が入れるようになったので、すごい方で優勝。今年のオーストラリア選手権では23歳以下の一人乗り K1 で3位に入賞と確実に成績を積み上げています。上がってますね。今ワイプで、はい、出てますけども、これ別に早送りしてるわけじゃないんですよね。すごいですよね。これエンジンついてるの、これだったら意味ないわ。すごい速さだ、人力ですよ、これ。ねえ、ということです。まあでもあのロンドンオリンピックの時にカヌー男子28年ぶりに出場しましたよね。そうですね。ということはやはりご自身は4年後 B を目指していると、はい、いうことでしょうか。そうですね。中学校3年生の時に、全国大会で初めて優勝して、それがきっかけで、オリンピックを目指すようになって、で4年後は自分24歳でちょうどいい年齢なので、リオは絶対狙っていきたいです。絶対狙いたいと。すごいですね。すごい出てるし、こっから見ると巨大な体、ふがしに見えるんですけど、すごいですね。焼け具合が足も、あ、怪我しちゃう。それカヌーでですか。いや、違います。違うから、違います。それね、かわいいな。そんなにこう、マッチョですけど、どうやって鍛えてるんですか。